過去プロ野球界では様々な二つ名が誕生してきました。今回は、スレミンがかっこいい二つ名について議論したスレを紹介します。それではスレをどうぞ。プロ野球選手の二つ名で好きなやつ。8時半の男、優勝請負人、幕張の防波堤。鉄人、これに尽きる。あのお方。トートの不循環。精密機械とか安打製造機もええな。アジアの大砲、エースの城。代打の神様。もちろん初代な、檜山は NG。でも CS のホームランの実況は好きやろ。レッドスター、青い稲妻。夜の三冠王。不惑の大砲もかっこええ。最近はめっきり二つ名なんて聞かなくなったわね。四勝のやべえやつ。投げる同人作家とかいう陰キャ界の希望の星。サイレント系。遅れてきたルーキー。甲府の古天狗。死神。江夏の 52g。北の侍。やんちゃ坊主。マー君神の子不思議な子。セットアップゴーグル。平和の魔術師がミステリアスで好き。球界の紳士、瞬間湯沸かし器、一郎、これやろ。チームとファンは嫌いやけど、一緒っきゅうは好き。代打の神様仏様、八木博士様。北の侍、投げる不動産屋。スプレーダボー。トレンディエース。神様仏様バース様。大魔神。小さな大投手。体力の話かと思いきや、上場なのが由来のガソリンタンク。根性があるという意味と見せかけて、がっついてるのが由来のガッツ。逆に嫌いなやつは令和の怪物。春の妖精。最近あまり聞かないよね、誰かいる二刀流。大谷くらいか、この選手と言ったらこれ、手の減ったもんね。ミスタートリプルスリーとかは定着はしてなくない？山田哲人は応援歌の方が山田らしさを表してる気がする。一応有効を対象になったんやがな、なんでやろな。ただのゴリ押しだったからね。とかだの何話の合法ぐらいやろか。カイキャノン。アツオ。ああ、アツオはアツオだわ。フィールド駆け抜ける世界一のスプリンター。投げる混合力士像。赤の妖精。人間機関車。メカゴジラ佐伯高博。兄貴、カッコ末っ子。新井は真ん中なんやっけ。ワイも平成の怪物って呼ばれてみたい人生だった。鏡見ろよ、顔だけなら平成の怪物やん。ゲームセットの死神。投げるバース。教官。投げる国際問題。黒い髪ネロ。鉄人、連続試合出場記録関係なく、単に背番号28だから。大魔神、本家は巨人の石毛。そのアリューだから、浜の大魔神。これはあまり知られないだろ。会長。今思うとメカゴジラ、意味わからんのやけどどういうこと。江川の怪物、別にモンスタークラスってわけでなく、顔と耳のデカさが怪物くんに似てたから。これもあまり知られない。つまりそっか、転じてるんやな。バースの再来。オールジャスティス。風神雷神。終わりのプリンス。オリエンタルエクスプレス。意味はわからんが好き。オリエンタルが東洋の、エクスプレスは急行。つまりアジア圏出身の速いやつ。さしてひねってない。何話の合法。二刀流。暴走のダルビッシュ。場所の人名系は全く信用できないよな。ウルフ吉信。ドクター系。悠久の若虎。多少臭くてもいいから、メディアゴリ押ししてまた二つな流行らせてほしいわ。じゃあトイストーリー打線は？上州の一郎。ミスターパーフェクト。何話の合法。サイレント系。幕張のスピードスター。絶対守護神。ダージマハル。浜の番長とか綺麗美しい。口から生まれたサウスポー。スピード泥棒。サイレント系。スコット哲太郎。ダイソーの神様。岡本若大将とか言っとるが全くハマっとらん。ビッグベイビーの方が似合ってたな。種付けの王。ダイハード打線。伊手前打線。マシンガン打線。史上最強打線。こういうのもなくなったな。山賊ぐらいか。水爆打線とか名前だけで怖いのすこ。記者が無理やり作ったトイストーリー打線。ペキサム。カリブの怪人。怪人ってのがええよな。マシシの骨と牙。コント仕掛けの二遊間。清原の清間とかいう忘れられた異名。琉球トルネード。一番嫌いなのはピノ。優勝請負人。眼光ビーム。幕張の不沈感。好き。電光石火のトリプルプレイ。死神。アライバ、JFK、ホークス四本柱。2005年頃のプロ野球おもろかったよな。猿。慶応のバレンティン。慶応のエルドレッド。九州のカブレラ。何話のカブレラ。九州のバース。高校野球のブーマーキヨマー。和製マダックス。村上と佐々木朗希が令和の怪物呼ばれてたろ。マイクを持った盗塁王。安物の張本。田中くまるって何がそんなに良かったのかわからん。五感悪ない。じゃあ逆に気持ち悪い二つ名は？直球破壊王子。口から生まれたサウスポー。ミスターパーフェクトも好きやな。絶対炎上するマン。死神は背番号も相まって好き。ガソリンタンク。おかわりくんは二つ名でええんか。いいと思う。160キロカーブ相打ち。山田は何やろな、神宮のプリンスとか実況が推してた気がする。G 山田とかいう黒歴史。チーズバーガー増量法。天皇。遅れてきたルーキー。死神はすごい。
本人に死神感がまるでないのが悔やまれるくらいすごい。ダルビッシュシリーズ、青い稲妻はマジで好き。スマイル王子、西勇輝、微笑み王子、大野健介。まあクソ。直球破壊王子は割と好き。ブレイクバット、道の駒の一郎、メガネッシュ。最近こういうの減ったな。テレビで野球やらんからね。お化けフォーク、話題よ。秋の風物詩、もうクソ強球団やから忘れられたな。大小球団変わったからな。これトランプ柄のセーター。エリア66、ポニョ。丸々の核弾頭って最近聞かないな。浜の核弾頭とか虎の核弾頭が流行った時、日ハムが北の核弾頭とか言ったのが、拉致被害者団体からクレーム来たんや。くさ、確かに北の核弾頭はシャレにならんな。春の大山、幕張の大沢貴男、幕張のファンタジスタ、プロブロガー、かわいすぎるスラッガーとかあったな。イラブの悪道も好きやが、イラブが好きなだけかもしれん。青い稲妻、調子の種馬、黒マキ、若大将、50番トリオ、絶好調男、意外性の男、怪物くん。80年代の巨人スタメンは全員異名があった。ON の V9 時代と比較されて叩かれまくりやけど、この時のメンツ普通にヤバいよな。悪太郎、二日酔いで試合に出て夢を語るスピードスター。ザ・ファイナルボス、コブラ、小さいブラックス、終わりのプリンス、昭和最後の完全試合投手、グビグビグビ。美白サウスポーってもっと実力面で褒めるところないんか。投げる混合力士像、幕張の防波堤、結構漏れてたけど。トレンディエース、貝の昇天具。アーチストって田淵だけを指してるんやから、そう軽々と使わないでほしいわ。うちのクラってなぜか田淵二世って言われてたけど、田淵って監督以外にホークスに関係あったっけ。コロザワの妖怪、オリエントエクスプレス、ビッグベン。地域に二つ名付けたいと思ってもうまく思いつかんよな。阿波野金太郎、定着してるやつで言えばおかわりくんが最後じゃね。ビッグバン打線好き、赤い彗星、青い稲妻、コロンビアの聖剣好き、ロッテなら走る将軍も好き。今のところ暫定で令和のサブマリンの座が高橋霊にある。この年号でまともな競合相手出てこなかったら定着しそうやけども。神様仏様一郎様、北の侍、和製〇〇にろくなやつはおらん。和製ベイブルースはまあ頑張ったやろ。自利式強者幅チューバー、下半身どっしり。ここまで局面打開のスライダーなし。サムスンエキスプレス、サムソンリー。今思うとサムスンとサムソンリーで何か関係あったんか。高市定期、セットアップゴーグル、孤高の天才、コンプリートバッターかっこいい。恐怖の2番打者、北の侍、金玉。いろんな2つが出てくるのってやっぱ大物なんやな。ここまでミスターフルスイングなし。韓国の爆弾、レフティスナイパー。北の侍かっこよすぎる。晩年小笠原の終わりの侍の方がかっこいいわ。ライアン小川、キンブレル鈴木、オリエンタルエクスプレス。おかわりより、アツオの方が最近かね。年は同じだけど。ハンカチ王子、山本由伸って名字がよくある名前で、下も高橋由伸と紛らわしいから、フルネームになって面倒いから何か二つなないの。最後のエースとかどうや。何か不吉じゃないか。吉田もないし、吐きだめにつる。暗黒エースとかいうよくある称号与えられてもええやろな。檻の中のエース、吐きだめのつる。棒付きゲロ袋、ナックル姫って今何してるんや。結婚したのかな。うなガッツ、ボクサーにせよ野球選手にせよニックネームは英語圏の方がはるかにかっこええ。名誉豊橋市民、暴走のダルビッシュ、100万ドルの内野陣、響きが時代を感じて好き。菅野の別称、うんこ、シンプルで好き。オーナーズリーグのテキスト好きだったな。バックスクリーン男ってめっちゃかっこよくない。池山についていた特殊能力やろ。あれなんや、広角打法か。ドンカメ、池山はブンブン丸よりミスターバックスクリーンのが好き。半袖魔人、星の牧田聖沢哲平の最強外野トリオに名前を付けてほしい。結果、赤ハンカチ王子、ミスターフルスイング、なにわの猛風核弾頭、大村直之教団炸裂、中村のりひろ A 激高だ、磯部光一、会いたかたい A、レオの貴公子、多分誰のことかわかるやつは少ない。高木大成、正解。恐怖の9番打者は、ひろゆき、イケメン KO ボーイ、キューバの至宝なお、局面打開のスライダー、盗賊打線、聖兵キット、鈴木誠也はそろそろかっこいい2つなってもいいと思うんやがな。ミッテルがあるやろ。2016秋までは広島でも全然流行らんかったけど、謎のゴリ押しで定着まではいった。こんなダサいのもったいないわ。殿下、右いた、トイストーリー打線、経験不足のベテラン、お断りっくす、ゴジラ、左のマートン、寿司屋の大将、少年隊、阪神とかグループつけ出す路線スコ、あのスパイスもアイドル路線で売ってたんやな。近年でかっこいいと思ったのは、なにわの号砲やな。なお、忍者は一応二つ中、おかわりくん、今年の檜山は若い、
とか毎回言われとったよな。 F17 とか言う暗黒の象徴、琉球の若虎、神ってるではなくバビってるとは何だったのか。何話の四天王スコ、コサリオ、大魔神佐々木、豪大一発、今岡誠、赤い彗星、赤星のりひろ、勝利一同、片岡敦史、風のごとく、藤本敦史、悠久の若虎、檜山慎次郎、和製大砲、浜中治、ミスタースナイパー、坪井智也、完全燃焼、新庄剛志、占領役者、星野治、新庄は虎のプリンスって印象が強いわ。カープ女子、織姫、虎子、ジェイコ、タカガール、最近聞かないけど、野球のスタメン11人だと思ってて、キヌガサ知らないやつとか言うほどカープ女子か？ジェイコとか普通に別称やろ。ハムのなんでもかんでも北のつければいいと思ってるの嫌い。広島の赤よりマシやろ。赤ゴジラとか。赤ゴジラは一応タイトル取っとるしまあええやろ。問題は赤ハンカチや。幕張の広瀬アリス。ミスターパーフェクト、不発の核弾頭。荒木バタ福留、ブルースリー、ON コンビ。浜の友人とかウルフとか全く定着しなかった二つな好き。ちょこちょこ決壊する幕張の防波堤。本当の防波堤は小坂という風潮。有志カレー、高橋由伸。SNS では饒舌。水爆打線とか丸々の核弾頭とか今じゃありえない二つな好きだわ。輝く男、和田和弘。ドスコイとかいう親ありき。なお普通に定着した。最近では直球破壊王子くらいか。あれ J のもの初？ビクトリースライダー略して V スラ好きやわ。浜の、北の、浪速の、赤、森の。ドスコラススコ、ドスコーその方が好き。浜のとか、北のとか、幕張のとか、ええんやけど、後ろにセンスあるチョイス戦と、カッコつかんよな。ホームランアーチスト。トレンディエースとかあったな。半袖マシンとかスコスコのスコ。ハンカチ王子。そらもう火の玉ストレートよ。ポテンシャルモンスター有原康平。幕張のフェデラー。昭和の怪物。といった様々な二つ名が挙げられました。